極日艦隊は、荒牧義雄の架空戦機、朝日の艦隊に登場する架空の部隊。構成世界の日本が、寺氏は20年に大西洋へ派遣した英国救援艦隊である。司令長官は大岩倉洋。航空機及び艦砲、粉身弾による対地攻撃、対戦戦闘を重視して建造された艦艇で編成。 続編である、新、朝日の艦隊で判明するが、実は危機に瀕した英国経済を救うため、機関、日本穂高などの主力家も除いた艦艇は英国に発注され、インド、南アフリカ、オーストラリアの造船所で建造されていた。後世、第二次大戦末期、独軍の反抗にあって大打撃を受けたため、第三次大戦には、海中戦艦に改装された、機関、 新日本穂タカのみで参加した。主力艦隊軍それぞれの夫人は、あたかも仏塔の五輪の塔に似ていることから、それにちなみ、極実艦隊五輪形人と称する。ただ、これほどの大編成は、遠泳派遣時などにしか行われず、イングランド島スカパフロー白地アイスランド島イーサフィヨルズ白地を母校として、英国本土防衛戦に活躍していた頃は、 各艦隊群を組み替えての独自編成で行動することが多かった。潜水遊撃戦隊全英遊撃艦隊第一、遊撃打撃艦隊司令部、直江艦隊補給艦隊、ありがとうございます。